はい、今ですね、はい、あの AE86 のバッテリーが上がりかかってしまったんで、まあ、燃料がかぶってしまったんですね、はいはい、でプラグ外してプラグ掃除して、はい、で今で次は燃料ポンプの1回コネクタ抜きます。でポンプを空打ちさせて、でプラグのエンジンルームの中のピストンの中の燃料がジャバジャバになってるのをなんとかします。で今これあるとね、ここからバッテリーぶっさかけてセルの周りを移してでかけてみますということでございます。はい、はい、今からこれをやってみますんで、またかかったら連絡しますね。どうしました？いや、なんかこれなんか動いてる。これアルタネンでも生まれても早い。あ、早いよ。これつけるの大変やったんよ。まあ動画で説明してる。これヒューズボックス下げて ECU 加工して、で、ここを当たるで、ここにちょっと短くして、そしたら入ってくるようになったよ。レーシングカーになったな。レーシングカップ。はい。はい。ありがとうございました。